はい、木の店目です今回はですねましたまだね、えー、と仕上げ途中で、えー、天板をもう少しね整えたり細かい割れとか、えー、パテ埋めとか必要なところを、ね、補修とかね整え作業がまだねこれから残ってるんですけどまずは素材の段階でね、えー、出来上がった状態で今入ってきたので。 えー、ちょっと、ね、紹介させていただきますベンチ作る時は大体、えー、いい高さは4 0センチで作るようにしてます一つ一つがあの個性的なあの板だったりね、まあ、耳がついてたりそれぞれこう個性があるのでベンチとしてだけじゃなくてもね、えー、飾り台にしたりとか使い勝手があるのかなと思いますローテーブルも大体4 0センチが多いので高さ4 0センチって意外と いろいろなあの日本人だとねいろいろ使い勝手がなんかある高さかなと思いますねこれはあの岩手県産の鬼ぐるみでね、えー、天板とあとね、えー、足の方もね鬼、えー、ぐるみで、えー、あと抜きの方も全部鬼ぐるみですねそれで全部統一して作ってましたね、はいえー、こちら側がストレートカットでこっち側だけちょっと耳が残った感じでね そういういな感じで作ってます天板の長さがだいたい760という感じですね。板の幅は250になりますね。そしてこれは栗で、えー、これも同じように高さ 40cm で天板の長さが、ね、720ですね。そして、えー、と板の幅がだいたい270ぐらいから300近くかな。300、一番広いところで300あるかないかというようなそういった感じの、ねえー、栗ですね。 こっちはね、えーと、こちらに耳と、えー、こちらにも耳がついてる、えー、そういう、えー、天板ですね。ちょっとこういうふうに割れてるところが、今ちょっと補修してる途中なんですね。こういうふうな感じで、割れもちょっとね、入ってますけどね。こんな感じで、あ結構ね、この辺も細かいね、割れが入ってますね。その辺も今、整えながらあの作業してる途中のようですね。 コンパクトなねサイズになってますまあその分ねいろいろこう取り回ししやすいのかなと思いますね部屋の角に置いてみたりとかちょっとしたスペースにねあの置いてこう飾りのような感じに使うっていうのもいけるかなと思います次ですね、えー、これはね天板長さが 110cm ぐらいなんですね板の幅がだいたい 20cm から2 2 2セ3 c m らいのね、まあ、これもそんなにあの幅の広いものではないんだけど で同じように高さが、えー、40センチですね耳のね皮がまだこれからちょっとねあのー、まだ整いの作業はこれから残ってるかなと思うのでまたねもう少しこうあの仕上がりは違ったね、えー、見え方になるのかなと思いますねはいえっとまあ天板の方も、えー、っと足もね、えー、この抜きもそうですね全部杉の、えー 材料になってますね杉の,あの材料だとねこういったベンチとか飾り台みたいな感じだとあのまず軽いえ取り回しがねすごいしやすいかなと思いますねちょっとこう移動すすするととかかっていいいうのにはすごい楽かなと思いますあのこちらの、えー、栗の7 0ンチちょっとぐらいの、えー、ものよりもこっちのね1 1 0ンチの杉の方が、えー、同じかも少し軽いくらいじゃないかなと思いますね。 軽くて取り回しいいのはスギかなと思います。木肌がね柔らかいので温かい感じでね、あのー、そういった手触りも感じられるところですねこれは栗ですねで栗の両耳についててでその耳もねまだ、えー、整えてないんですねはいこれは、えー、天板が 120cm ですねだいたい 25cm くらいから広いところで 356cm というねそういった感じで、えー それぐらいのねサイズの、えー、栗の天板ですねそれでえっ、ー、とそうですね足も、えー、抜きも、えー、栗の材料になってます全部ね統一して栗の材料で、えー、作られてますねこの天板はね僕なかなかいいんですよね木目が普通のこう板目から始まってこの辺がね、えー、うねりがあって木の動いてるところがあってね オイルを塗って、ね、どういうふうに仕上がるのかが結構楽しみな、えー、1台ですね。ベンチとか、まあ、飾り台とかねいろいろこう使える、えーまあ、ユーティリティ、まあ、台っていうんでしょうかね、えーまあ、いろんな、ね、用途に使える制作物を作ってサイズ的なところでいくとね7 0センチぐらいのから。 あとは1 1 0センチ1 2 0センチとかっていう感じでまああの本当にコンパクトなねところから、まあ、標準的な長さなんでしょうかね、まあ、そういうふうなところでね作ってみましたテーブルのサイズと同じ長さでね、えー、結構こう考えられてる方もあのいらっしゃるんですけど1人でちょっとこう取り回ししてこれをそ,そっちにこう移動するとかそういうのにはね1 2 0センチ超えてくるとちょっとこうだんだん 一人でこう取り回しをしてね、えー、行くのが結構大変かなっていうのでなるべくあのコンパクトなものだとあのこうちょっとねこう移動したりとか、えー、そういったのにはねすごい便利なのかなと思いますね。まあ、テーブルとかで使う場合なんかはテーブルベンチだと、まあ、7 0チ八8 0ンチくらいだとあの長手にね2つ置いて使ったりとか。 あとは縦のね、えー、ところに1つ置いたりとか、まあ、いろんな使い方もできるので、まあ、そういうふうな感じでねあの無理やりあのテーブルの長さとね同じにする必要はないのかなと思いますね。ご、はい、ご視聴ありがとうございます